白老は、日本の通信ネットワークの研究者。早稲田大学教授。専攻は、無線通信、通信ネットワーク。1973年、新潟大学工学部卒業、工学博士。1973年、沖電機工業株式会社開発本部入社。ミリ波、純ミリ波無線 PCN 電装装置、自動車電話、携帯端末。 セルラシステム、セルラー高速データ通信、デジタル信号処理方式の研究開発に従事。1985年から1989年、セルラー高速データ通信の国際標準化提案と、標準化活動。1999年 TDMA、方式セルラー高速データ通信の、米国標準化委員会へ提案と標準化活動。 1990年から1995年、パーソナル通信向け米国にギガヘルツ対セルラー、高帯域 CDMA 方式を開発し、米国ティア標準化提案と標準化活動。1995年、米国ティアにて、i s 665都市標準化採用。1995年、新潟工科大学教授。OFDM 方式の研究開発に従事。 2000年に、産学連携にて高速無線ランチップ会社、キーストリーム社の設立、2001年、無線システム設計会社ワイバイコムを、設立、2004年、早稲田大学大学院、国際情報通信研究科教授。現在、早稲田大学機関理工学部情報通信学科教授。第五世代移動通信方式の研究、次世代ネットワークの研究、 国際標準などの研究に従事。著書、CDMA 方式の基礎から、応用、OFDM 方式の基礎から、応用、移動通信のキーテクノロジー、スマートグリッドスタンダーズなど。日本シミュレーション学会フェロー、電子情報通信学会フェロー、IEE、e、フェロー。ありがとうございます。